いはい、皆さんこんにちは、ミミィのマイレシピです。今日のミミィのマイレシピはこちら、髪型シフォンをやってみる。ミミィのマイレシピのチャンネルではですね、主にシフォンケーキを取り上げて動画を作ってるんですけど、私が使ってるのこれアルミ型です。17センチ型が主流になってるんです。髪型のメリットもちゃんとあります。人にプレゼントするときはやっぱりこっちがいいかな、型を買うほどでもない、そんなに作らない、頻度が少ないという場合、やはりね、一回使い切りというのはとっても便利です。しかしこちらの髪型でね、作ったんだけど膨らまないというご相談を受けるようになりました。ということで今回これでね、焼いてみようと思います。まずこちらの髪型、レシピがついてます。こちらがね、全部材料揃えました。卵白は今のところ冷蔵庫行ってます。そしてこちら卵黄2個ね、あの全部グラムも CC も言われた通りにね、もうちゃんと測った。じゃあ作っていきます。はい、じゃあね、このレシピの通りに作ります。言われた通りにやるからね。じゃあまず卵黄をほぐして、でそこにお砂糖のこちら1つ目ね、半分に、だいたい半分なんだけど、これ入れます。全体が白っぽくなるまでよ。しっかり混ぜれって書いてあるから、白っぽくなるまで混ぜます。卵が何玉って書いてないんですよね。だから M 玉を使用してます。卵 M 玉2個の卵黄で今回 34g です。かなり白っぽくなってきたんじゃないかな。このぐらいでいいんじゃないかな。手順とかもね、自分と違ったりするから、やっぱりよく頭に叩き込まないとね、間違えちゃったりするんですよ。これがまた2分ぐらいちゃんと測ってたの。はい、今回言われた通り、こちらサラダ油になります。少しずつって書いてるんで、少しずつ入れます。これがちょっと私が不思議に思ったのは、なぜプレーンではないのかなというのが少しだけ疑問ですね。はい、粉っぽさがなくなれば OK だそうなので、これで置いておきます。それではメレンゲを作っていきますけど、今回の、卵3個分で 103g でした。レシピには記載してないんですけど、ただの卵白ってしか書いてないのね。でも私はいつも冷やしてるから冷やさせてもらいました。どう？どっちかといえば砂糖が少ないわよね。卵白100に対して35だもん。まあでもこのぐらいで大丈夫だと思う。それじゃあこれね、やっていきます。はい、こちらが卵黄生地ですね。少しだけお水を吸って、ちょっとだけね、硬い感じだけど滑らか、結構滑らかね。3分の1をね、先にこういう風に合わせます。まあ書き方も結構アバウトね。でもまあそのぐらいはね、普通でしょうからね。メレンゲに使えるお砂糖がちょっとだけ少なかったので、ちょっと弱りやすいかな。元気なメレンゲの時間がちょっと短いんだよね、お砂糖が少ないとね。はい、もう混ざったんじゃないかな。はい、こんな感じでどう？こんな感じです。ちょっとね、ふわんってしてます。うん、紅茶の香りいいね。入れ終わりました。こうやって見ると少ないような気がします。この型もしかして大きいのではないの？型に入れてみたらちょっとね、少ない。これ絶対少ない。こんな少ないと思わなかったね、生地がね。いや、なんかね、少しだけこの型大きいかなってね、ちょっと思った時があったのよね。膨らんできましたね。でもこれ型ギリギリかな。結構そうね、型がやっぱり大きいんだわ。こちらのシフォンケーキの説明書きにはですね、170度で25分と書いてあります。しかしこれもね、普通目安ということでしょうから、まあ、自分のオーブンと話し合ってってことよね。このシフォンケーキの生地の下がりやら焼け具合を見て取り出そうと思います。27分ぐらい、生地がちょっと下がってるからね、いいと思います。取り出します。はい、逆さま。はい、これで出来上がりです。どうでしょうか、焼き上がり。型よりも少し下ですね。
でもこれは膨らんでないというよりも、この型に対して生地量が少ないんだね。そして上から見ると分かりやすいかな。型が変形しちゃってますね。こうやって見ると型への貼り付き結構いいですね。髪型いいね。中心の型の部分も本当貼り付きいいわ。そしてちゃんと上まで登ってきてるからね、この生地がね。今回はちゃんと作れたよっていう証拠だね。そして髪型の注意点としては、乾燥しやすいのでしっかりラップね。私は全体的にラップをします。袋に入れてもいいけど。それではですね、ちょっとこちらをご覧ください。このように入れてみたところ、なんと17センチよりも大きいと思います。これはね、17センチの型に入らない。この円がね、入らないわよ。これこうやって入れても入らないわよ。これちょっと待って。そしてですね、この型の高さを見ても明らかに紙の方が高いんじゃないですかね。ということはですね、この紙型は17センチ型よりも大きいということになりますので、今回のレシピでは相当量が少ない、レシピの量も多くなくちゃいけないと思うの。そうね、シフォン型ね、ここの高さね、だいたい8センチよ。結構シフォン型17センチよりも高いわよ。だから 8.5 あるもんね。 8.5 はあるわよ。やっぱりこっちの紙の方がね、圧倒的にちょっと容量がね、大きいですね、こっちの方がね。ちょっとびっくりね。100均でね、まあダイソーさんね、そういうので見たところはちっちゃいとか思っちゃうのよ。でも実際はやっぱ測ってみると大きかったりするのね。17センチのアルミ型と同じくらいか、ちょい上ぐらいな感じの卵の量とか材料とか使うと本当にいいんだわ。はい、どうでしょうか。ちゃんと焼けております。そしてこの変形したところはね、やっぱりそのままですね。ちょっとこれはね、仕方がない、紙だからね。それにね、やっぱりふわふわですよ。ふわふわにできてます。こちらがドアップ、よく焼けています。ちゃんとね、焼き目も底もきっちりついていますしね。このシフォンケーキのね、髪型に対してこの分量がね、適量かどうかは分かんないけど、型より溢れない、まあちょうどギリギリかそれより下ぐらいのレシピを載せてるんだと思うわ。これがやっぱり少ないと思えば、自分でちゃんと考えたレシピを使うか、卵多めのレシピを作ってみるかっていう風になるんだと思うのよ。髪型で焼くとね、トラブルがとにかく出にくいっていうのはありますよね。緩やかに熱が入るというのもあるんだろうから、結構キメが細かいじゃない。ちょっとね、食べてみます。はい、美味しいです。若干パサつくかなっていう感じはある。やっぱりこの外側の部分とかパサついてるんじゃないかな。でもこれもっとレシピ増やしてちゃんとね、高さを出してあげると、このふわふわの部分が多くなるわけだから、あまりアルミと遜色ないぐらいには焼けるんじゃないかなと思うけど。今回髪型使ってみましたけど、こうやってアルミと並べてみると大きさ変わらないんですね。髪型意外と大きいということが判明しました。まあ、17センチアルミ型と同じか、または少し大きい、まあ、付属のレシピだと少々少ないという印象ですね。使ってみると髪がね、やっぱり変形しやすいと思います。そしてシフォンが少しパサつくということがありますね。しかしやっぱりたまに作るという場合はね、これで十分です。そしてプレゼントするとき、こちら便利ですよね。今回ですね、膨らみが良くない、髪型だと膨らまないということですけど、やってみた印象はね、膨らまないというわけではないと思います。もともとの生地量が少ないんですね。もしこのレシピを見て作った場合、生地量が少なかったと思います。上まできっちり膨らますという意味で言えば、分量を増やす、そうするとまあ納得のいく焼き上がりができるんじゃないかなと思います。今回この紅茶のシフォンケーキ、レシピ通りに作ってみましたけど、ぜひね、私のプレーンのレシピがありますので、そちらをね、作ってみると、少しはね、上までブワーンと膨らむようなダイナミックなシフォンケーキが髪型でも焼けるのかなと思いますので、ぜひそちらのレシピでお試しくださいませ。
今日はとっても面白かったです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。